サラミスの海戦、サラミスの海戦、サラミスの海戦、英語、バトル・オブ・サラミスは、ペルシア戦争最中の紀元前480年9月、ギリシアのサラミス東近海で、ギリシア艦隊とペルシア艦隊の間で行われた海戦、ヘロドトスの歴史第8巻に詳しい。この海戦で、ギリシア艦隊が勝利を収め、ペルシア戦争は、 新たな局面を迎えることになる。ペルシア遠征軍にテルモピュライを突破され、アルテミシオンから撤退したギリシア艦隊は、アテナイの要請により、ファレロン湾内のサラミス島に艦船を集結させた。事前にトロイゼエムに集結していた他のギリシア艦隊が合流し、総指揮官エウルビアデスのもと、主戦場をどこに置くかで合議を図った。テルモピュライ。 アルテミシオンの防衛線が突破されたことによって、事実上アッティカは放棄されており、また、アテナイのアクロポリス陥落の一報が入って全軍が強行状態に陥ったこともあ、ひとまず、イストモスを決戦の場とすることで会議は閉会した。しかし、アテナイのテミストクレスは指揮官エウルビアデスを訪ね、サラミスでの艦隊の集結を解けば、各都市の艦隊は、自らの故郷に帰還し、 再び、ギリシアが連合することはないと述べて、会議を再開再するようと寄付せた。翌朝、再び戦略会議が開催され、テミストクレスは、サラミスでの開戦を強く主張した。エウルビアデスは、アテナイ艦隊の離脱を恐れ、サラミスでの開戦を決定したが、コリントスのアデーマントスらはこれに強く反対し、会議は紛糾した。論戦の最中、テミストクレスは密かに、 ペルシアのクセルクセス一世のもとに死者を送り、ギリシア艦隊がイストモスに退避する準備をしていることを伝えた。テミストクレスはペルシアに内通することで戦争に負けた場合の活路を確保し、また、ペルシア艦隊を消しかけることによってサラミスでの決戦に至るよう仕向けたのである。ペルシア側はテミストクレスの言葉を信じ、夜半、兵士をプシッタレア島に上陸させ、 サラミス島のキュノスラ半島からギリシア本土までの海峡を船団で封鎖した。さらに、ディオドロスによると、エジプト艦隊200隻がサラミス島の外側を迂回して、メガラに抜ける水道を封鎖した。ギリシア隊はペルシア艦隊の動きに全く気づかなかったが、アイギナから支援に駆けつけた、アテナイのアリステイデスが会議に出席し、ギリシア艦隊が完全に包囲されているため、 戦闘の準備を行うよう勧告した。大半の人々はアリステーデスの言葉を信じなかったが、テノスの三段海戦一層がペルシアから離反して、ギリシア側に事実を伝えたため、ギリシア側は戦闘の準備に取り掛かった。アクセルクセス一世がサラミス島のキュノスラ半島からギリシア本土に船をつないで船橋を作ろうとしていたことから、三十海戦、五十海戦。 バヒツ輸送船はまだかなり残存していたと思われる。紀元前480年9月20日頃29日節、アリの明朝テミスト・クレスによる軍事の後、ギリシアの全艦艇は停泊地より一斉に出撃した。ペルシア艦隊はギリシア艦艇の出撃を知るとキュノスラ半島を越えサラミス水道に侵入した。ギリシア軍は ペルシア艦隊を認めると、サカロー漕いで、ペルシア艦隊とは逆の方向、つまり、サラミス島の陸側に向かうような動きを見せた。これについてプルタルコスは、テミストクレスがこの水道に、一定の時刻になると吹く風、シロッコを利用するため、ペルシア艦隊を前にするとサカロー漕いで交代し、時間を稼いだとしている。ヘロドトスによると、ギリシア側は、性欲に、アテナイ艦隊、 東翼にスパルタ艦隊を配置し、対するペルシア側の婦人は西翼にフェニキア艦隊、東翼にイオニア連合艦隊が展開するものであった。戦闘の始まりについてヘロドトスは複数の説を伝えている。アテナイによれば、アテナイ船一隻が戦列を抜けてペルシア艦隊に突っ込み、他の艦船もこれを救援すべく突入したことで戦闘が開かれとしている。 また、アイギナによると、神霊を迎えて、アイギナより来航した、アイギナ三段海戦が、ペルシア艦艇と最初の戦闘を行ったとしている。また、ギリシア軍の眼前に一人の女性が現れ、全軍を舞激励したとも伝えている。実際の戦闘が、サラミス水道のどこで行われたのか、また、全勢力が激突したのか、あるいは包囲戦をギリシア艦隊が突破したと見るのかは、 古来より諸説あり、ヘロドトスも具体的な記述を残していないため不明である。しかし、ヘロドトスはペルシア艦隊の敗員として戦列の乱れを挙げている。プルタルコスがテミストクレスが風待ちを行ったという記述を残していることを考えると、艦船への直接打撃を行うため喫水が深く、思い作りのギリシア艦船に比べ、兵を敵戦に上げるために、 重心の高い作りとなっているペルシア艦船は白ッコによる高波で、また日没前にはマイストロと呼ばれる西風による高波で思うように動きが取れなかったと推察される。戦闘海域も大艦隊を誘導するには狭すぎ、戦列が乱れたところにギリシア艦隊の船艦突破戦法を受けたと考えられる。この戦闘で名声を得たのは アイギナ艦隊とアテナイ艦隊であった。アテナイの将軍はサラミス海岸に配置されていた重装不標を引いてプシッタレア島に上陸しペルシア不標を全滅させた。敗戦を悟ったクセルクセス一世は日没と共に艦隊をファレロン湾まで後退させ戦闘は終結した。ギリシア艦隊はこの戦闘が終わったとは思わなかったがクセルクセスは 完全に戦意を喪失し、戦闘継続の構えを見せつつも、マルドニオスに陸上部隊を預け、自身はペルシア艦隊と共に撤退した。ギリシア艦隊はペルシア艦隊の後退を知ると、アンドロス島まで追撃したが、ここで軍議を行い、今後の対応について協議を行った。テミストクレスは直ちにクセルクセスを追って、ヘレスポントスに急行すべきことを主張したが、 エウルビアデスは、クセルクセスの岐路を阻害すれば、かえって、ペルシア側が死に物狂いで反撃に出る、可能性を示唆し、これを諌めた。テミストクレスは、追撃に流行るアテナイ艦隊を制止し、クセルクセスに対しては、伝令に走らせた部下に、自らがペルシア艦隊の追撃を阻止したと告げさせた。サラミスの海戦でのギリシア海軍の勝利により、 ペルシア遠征軍の進撃は停止し、ペルシア戦争は、膠着状態に陥った。ペルシア軍が北方へ交代したとはいえ、その勢力は健在で、翌年には再びアテナイが占拠されることになる。しかし、クセルクセスの戦意がそがれ、地の利も持たないペルシア遠征軍は、次第に苦しい立場に置かれることになった。その意味で、サラミスの海戦は、 ペルシア戦争の決定的な転機であった。この戦闘の牽引役となったアテナイにとっても、この勝利は強力な海上国家に成長する重要な出来事であった。ヘロドトスによると、当時のアテナイにおいて指導的な立場にあり、この戦闘の勝利に大きく貢献したテミストクレスは、表情が開かれたアンドロス島を包囲して占領し、ここを根城にしてペルシア側になびいた。 他の島書部のポリスからも金品を巻き上げたとしている。さらにプルタルコスによるとギリシア艦隊は越冬のためにパガサイに停泊していたがテミストクレスはこれを焼き払いアテナイ艦隊のみを残そうと図ったとしている。テミストクレスはアテナイ艦隊の建造の提唱者であり、またこの戦闘の後は外交となるペーライエウス、ゲンピレウスを整備し、 これとアテナイ市街を城壁で結ぶなどの功績を残したが、その独善的な態度が選手への欲望とみなされ、警戒したアテナイ市民によって、当変追放、さらに国家反逆罪で告発されることになったため、敵国であるペルシアに逃亡した。テミストクレスの追放によって、高潔な人物として知られるアリステーデスが、アテナイの指導者となり、ペルシア来航の備えとして、 ポリスの連合体であるデロス同盟を成立させることとなった。彼は官邸を提供できないポリスに対して、その代わりとなる上納金の査定を行ったが、やがてその上納金は、当てないの独占するところとなり、その対等の資金源となるのである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。